はい、皆さんこんにちは。今回はリフトアップした際に、サスペンション以外の部分にどういった影響が出てきて、どんな部品が他に必要になってくるかとか、どういう補正をしてあげなきゃいけないかっていうところを動画にしていきたいと思います。リフトアップね、かっこよくしたいからっていう風でやってもらうのもね、もう全然いいと思うんですけど、リフトアップによって出てくる弊害っていうのもちゃんとあるので、それを知っておいてもらえたらいいかなと思います。それじゃあ足回り見ていきましょう。はい、まずはサスペンションですね。リフトアップするにはとりあえずサスペンションを変更します。ランクル70であればこのような板バネと、このシャックルですね、こいつらを変更して車高を上げていく。ランクル80だとこのようなコイルサスペンションですね、これを変更してリフトアップをしていきます。そうすることによって、この足回りの鉄の塊ありますよね、ホーシングって言いますけれども、こいつと70自体のボディの距離が離れてリフトアップができるということになります。これは図を参考にしてもらえれば結構です。で、今回はリフトアップをどれぐらいしたか、2インチ、6インチだとか10インチだとか、そういう明確な数字は特に決めてないので、リフトアップすることによってどんな影響が出てくるかっていうのを、知っていただければなと思います。で、今から紹介する整備全てが必須だよというわけではないです。リフトアップする量だとか使用するキットとかを踏まえてお店と相談してみてください。で、ちなみになんですけれども、丸々インチリフトアップしたいんですけど、ここの整備だとか補正は必要ですかっていう質問に関しては、実物を見てないので分かりませんと、お店にてリフトアップする際に確認してくださいということで、ちょっと答えを統一させていただきますのでよろしくお願いします。はい、それでは影響の出てくる場所ね、今回は大きく8つありますので順番に見ていきたいと思います。はい、まずは当然ですね、ショックアブソーバーになります。この筒、僕のやつは白いやつですね。はい、これも交換あるいは補正する必要が出てきます。リフトアップするとショックアブソーバーの伸びる量が足りなくなるんですね。なのでリフトアップした際はショックアブソーバーをより長く伸びるものに交換してあげたり、あるいはショックの延長ブラケットですね、それで長さを稼いでやる必要があります。自分の場合はこんな感じですね。はい、これを補正しないとオフロードで足が伸びた時ですね、無理やり足が伸びることでもうショックが抜けてぶっ壊れちゃうことがあります。で、あとはもう長さ自体が足りないので足が伸びきらない、そういったことにもつながってきます。これはね、リフトアップするとサスペンションとセットで変えることがほとんどかと思います。はい、それでは次です。ブレーキホースですね。ブレーキホースっていうのは、まずボンネットの中のこのブレーキのマスターシリンダーから始まって、このホース下に伸びてってますね。これはそれぞれ4つのタイヤに向かってってます。で、今フロントのタイヤのね、下に潜り込んできました。で、ブレーキホースはどれかというとこれですね、これです。こいつをリフトアップする際は伸ばしてやる必要があります。なぜかと言いますと、オフロード走る時とかって足回りって伸びていきますよね。なので、このブレーキホースがつながっているホーシングが下に動いていきます。このブレーキホースが足が伸びた時に引っ張られていくので、純正のままだと長さが足りずにこれが切れてしまう可能性があります。もうこんなもん切れたらね、当然そこからブレーキフルードがダダ漏れ、ブレーキが効かなくなりますということですね。死にます。しっかりとリフトアップ量に合わせてここのブレーキホース、長いものに交換してあげてください。もうこのブレーキホースに関してはもう必須だと思ってください。リフトアップしたらブレーキホースはまず長くする、ここは本当取り返しつかない場所になります。フロントのこの部分と、で、これがリアですね、これ燃料タンクです。はい、これがブレーキホースですね。これも長いものにリフトアップする際は交換してあげてください。はい、次はステアリングロッドですね。役割はハンドルを切った際にタイヤを左右に動かす鉄の棒です。これも調整とか補正部品の取り付けが必要になります。純正とリフトアップの違いをね、図で見てみましょう。このようにリフトアップした時っていうのはステアリングロッドが斜めに変化していきます。こうなるとね、ステアリングを切った際にタイヤが下方向に押されてしまいます。左に切ったら左のタイヤは下方向に押されて、右に切ると上に引っ張られるっていう風になります。
なのでこいつに角度がつけばつくほど走行が安定しない。左右のステアリング切れる量が違う。ステアリングが重い。ジャダーが出やすい。といったことが発生します。補正部品としては、まあ、このような純正よりも高い位置に取り付けできるブラケットだったり、ドロップピットマンアームですね。で、あとは Z 型のロッドへ交換などがあります。続いてはランクル80などのコイルサスペンションの車限定のお話になります。ラテラルロッドの補正が必要になってきます。ラテラルロッドなんですけれども、フロントはこのステアリングロッドの奥、ボディとホーシングをつなぐ鉄の棒ですね。でリアっていうのは斜めに走っている鉄の棒が1本ありますので、これです。まずこのラテラルロッドの基本的な役割なんですけど、ボディとホーシングがバラバラにならないようにつないでくれてます。まあ、図にしてみましょうかね。まあ、これは分かりやすく極端な例ですけれども、ラテラルロッドが適正な長さの時、ボディとホーシングは上下ずれてないですよね。しかし長さが長すぎたり短すぎたりすると、ボディとホーシングの左右がめちゃくちゃな場所になっちゃうんですよ。まあ、左だけめっちゃタイヤはみ出して、右はかなりタイヤハウスの奥に行く、そんなこともありえるわけです。まあ実際こんなことにはなりませんけど、とりあえずラテラルロッドの役割ってのはこんな感じです。では純正状態とリフトアップ状態のラテラルロッドを比べてみましょう。このようにラテラルロッドが斜めになって、しかもボディとホーシングが左右にずれてますね。リフトアップした分ラテラルロッドの長さが足りないので、ホーシングが右に引っ張られます。なのでここを適切な長いラテラルロッドにしてやる必要がありますね。まあそれには長いラテラルロッドを取り付けてもいいですし、ターンバックルと呼ばれる長さ調整ができる商品もありますので、まあそれを使ってもいいかと思います。でまだまだ問題があるんです。リフトアップするとラテラルロッドは斜めに角度がつきますね。はい、そうするとランクルが上下に動いた際どうなるかっていうと、左右にも揺れ動きやすくなってしまうんですね。まあ、この図のようにラテラルロッドが斜めだと、そこからホーシングが円運動してしまうんですね。はい、純正のようにラテラルロッドが水平に近ければ、この円運動はほとんどないっていう感じになります。まあこれもリフトアップによって乗り心地が悪くなったり、最悪タイヤの接地性ですね、オフロード走破性が低下するっていう原因になってきます。これを解消してくれるのは取り付け位置を上下にずらすブラケット。これでラテラルロッドの角度を水平に近づけることができます。前後板羽のランクル70はラテラルロッドが存在しないんで、その点は楽ですね。なぜかっていうと、もうこの板羽がボディとホーシングの左右の位置を固定してくれてるからです。なので板羽の車にはラテラルロッドは存在しないよってのは覚えておいてください。はい、次はプロペラシャフトですね。下からランクルを覗いてみてください。このようなね、太い鉄の棒があると思います。これは前輪側に駆動力を伝えて、こちらのプロペラシャフトは後輪の方へ駆動力を伝える。これがプロペラシャフトの役割です。まあ走行中はね、このプロペラシャフトはぐる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 っと回転しております。では純正状態とリフトアップ状態を図で比べてみましょう。このプロペラシャフトには角度がついちゃってますよね。もちろんですけれども、これで悪影響が出たりします。プロペラシャフトの構造っていうのは、もう純粋なまっすぐの棒ではなくて、先端がぐにゃぐにゃっと曲がるようにできています。で図で見てほしいんですけれども、リフトアップによってこれが極端に角度がついてしまうわけですね。はい、そうすると、まあ、角速度の関係とかいろいろ理由があるんですけれども、異音が出てしまうということになります。はい、ではどういうふうに対処していくかっていうと、ダブルカルダンという商品があります。これを取り付けることによって、まあ、異音を解消するっていうこともできます。であとはリフトアップ量によるんですけれども、このプロペラシャフトの長さが足りなくなってしまうっていうこともあります。まあそのような場合はね、あのプロペラシャフトの挟むスペーサーっていうのがあるので、つけることによって長さを足してあげるということができます。はい、続いてキャスター角ですね。これはこちらのショート動画を確認していただきたいんですけれども、リフトアップすることによってキャスター角が小さくなってしまうんですね。そうすることによって直進安定性がなくなります。まあ、要するにリフトアップしたらハンドルがブレブレになったよっていうことが起きるわけです。なのでキャスター角っていうのを補正してやる必要がありますね。そのためには板羽サスペンションであれば、今見えますかね、真ん中にある金色のキャスターウェッジってのを入れてあげれば補正ができますし、
コイルサスペンションであればリーディングアームの接続位置を下げるダウンブラケットですとか変身ブッシュっていうもので補正をすることができます。はい、続いてスタビライザーの延長ですね。スタビライザーはこれです。役割はこちらの動画で解説しているので見てみてください。はい、これも純正状態とリフトアップ後を比べると分かるんですけれども、純正のままだとリフトアップした際に引っ張られちゃいますね。はい、これを解消するためにスタビライザーの取り付け位置を下げてあげる必要があります。はい、まあ、このあたりもリフトアップで補正が必要だよというところを頭に入れておいてください。はい、次は LSPV というものですね。実物はランクルの足回りにあるこういった部品です。何をしているかっていうと、この LSPV っていうのは荷物がたくさん乗っているときはブレーキを強くする、で荷物が乗っていないときはブレーキを弱くする、そんな働きを持ってます。はい、図のようにですね、 LSPV っていうのはボディとホーシングにそれぞれ接続されてるんですね。あ、ごめんなさい、僕のランクル70の場合はもうこちらのボディについてしまってますけど、実際は LSPV っていうのはここから始まってこの棒の先端が本来はこのホーシングにくっついている状態になります。で、荷物が少ない時っていうのはこの LSPV っていうのは下に垂れ下がってますよね。で、この時はブレーキが弱くなるようになってます。で、荷物をたくさん積むとボディが沈んできますよね。で、そうするとこの LSPV っていうのは水平に近くなります。こうすると強くなるようになってるんですね。ではこれリフトアップした時どうなるかっていうと、はい、このようになります。このままにしておくとブレーキが弱くなります。で、荷物いっぱい乗せたとしても純正の時よりは垂れたままになってしまうので、まあ、ブレーキが弱いまんまなんですね。なのでリフトアップした際はこれの取り付け位置っていうのを適正な位置にしてあげる、まあ、あるいはもうこの私のランクル70のようにホーシングから外してしまって、まあ、このようにボディの方にくっつけてしまうっていうような処理があります。注意点としてリアのブレーキが常時一番強いのでロックしやすいっていうところは注意してあげてください。まあ、とりあえずリフトアップした際この LSPV っていうのも処理しなきゃいけないよっていうのは頭に入れておいてくださいね。何もしないとリフトアップした時にあれなんかブレーキめっちゃ弱くなったんだけどっていうことになりかねないです。まあ、大きいタイヤ履くと基本的にブレーキは弱くなってしまう、相対的に弱くなってしまうんですけれども、まあ、この LSPV っていうところも処理してないっていうところであればそれが原因でブレーキが弱くなることがあります。はい、以上でとりあえずリフトアップで影響を受ける場所、まあ、大きな項目についてはこれぐらいです。まあ、見た目かっこいいからリフトアップしたいなっていう場合、まあ、いい面ばっか見えるってのもあるんですけど、こういうところの補正も必要だなってのはぜひ覚えておいてもらえたらいいかなと思います。まあ、どうかリフトアップだけでめちゃくちゃな車にならないように願っております。それでは少しでも参考になれば幸いですね。ご視聴ありがとうございました。